はいどうもこんにちは、アホチャンネルです。さあ今回はね、はいこちら見ていきましょう。はい、ひょっとするとこれで一旦終わりかもしれない。どうなるかわかりませんが、今回はまたまた新しいシンカリオンが登場しました。その名もシンカリオンアルファ X です。未来から来た迅速のアルファ X。 はい、劇場版の新幹線変形ロボシンカリオンが12月のね27日だったかな、その日に公開されるんですけども、それにね登場する機体がねもう早くも登場ですね。さあそれではね、早速ちょっと見ていきましょう。ちなみに今回まずお値段からそこそこ高いです。定価ね9350円、僕はエディオンさんでね6980円で購入してきました。いやまあかなり豪華なセットだとは聞いてるんですが、なかなかのお値段設定です。さあでは見ていきますが、まず正面にもう大きなねこのアニメのイラストが描かれてますね。大きな方がこれ X モードで、こっちがアルファモードですね。でこちらが新幹線モードと、で運転士はおなじみ早杉隼人くんです。なんかちょっとこうね表情大人になったような感じもしないこともないですね。でもちろんね、もうこのイラストの通りこんな感じで今回もねしっかりとねモードチェンジできるようになってますね。で箱の他の面、はい、まずねここアルファ X の側面のデザインいいね。あ、ちなみにあの来月はね普通のねプラレールの車両がアルファ X 登場しますね。あれも楽しみで、背面はこうなってて、ちょっと細かく見るとねかなりね長くなっちゃうんですが、こちらにはね変形のこんな感じ順番が載ってて、最終的にはねこのオーバークロス合体8両合体シンカリオン、もし時間があればねここまで行きたいと思います。ちょっと長くなりすぎたらどうか分けますね。で必殺技なのがねこう書いてあって、もうすごいねアルティメットクラウンクロス、いや今回ねもうほんとかなりボリュームありそう。さあそれでは続いてね箱からね出してね早速ちょっと楽しんでいきましょう。いいね、久しぶりのシンカリオンですよね。いやー楽しみです。ではではでは、箱の中はどんな感じで詰まってるんでしょうか。おーおーすごい、あいやーかっこいいわこれ、やばいっすねアルファ X やまずそこで感動ですよね。すげえ、いやこれは来月のプラレールもほんと楽しみですね。で袋にはね、はい、説明書やシールなどが入ってますね。まあ、この辺りはね、まあ、いつもの紙と、あとは訂正のシートも入ってるんでよく読んでおきたいと思います。でシールシート、銀ピカシールですが、枚数が結構多いですね、27枚かな。慎重に貼っていきましょう。であとね大きな説明書、今回はねかなり変形合体が複雑そうなんで、かなり内容がぎっしりとね詰まった説明書になってますね。しっかりね読んで楽しみたいと思います。で圧巻のパーツ構成ですけども、このね底にもなんか袋がこうついてて、よいしょ、これもね出しておきましょう。これがねまたなんかすごいよね、パーツはね黄金に輝いております。よいしょ、じゃあまずちょっとこちらから出しますね。いやなんかそれぞれのパーツがすごいね、かなり大型ですね。金色の成形色で、まぁ、ちょっとこことかねシルバーの塗装入ってたりとかね、あとこれが剣なんですがブルーのね塗装とかも入ってますね。おーいいね、アルファ X 感というかね、そんな感じのカラーになってますね。こちらにも塗装と、すごいそれぞれがやっぱりねしっかりとねできております。で、あこれはあれですね、ヘッドギアですね。おーすごい、これもねどんな感じなんでしょうね。でそれぞれのパートもちょっと、ね、出していきましょう。よいしょ、おーすごい、これが中間車ですかねめっちゃテンション上がる、めっちゃかっこいいですね、すげーアルファ X、 これも中間車かな。はい、こんな感じです。いいね、どんな感じで変形するのかな、まだちょっとね説明書詳しく読んでないんでなんかあれなんですけど、おこれはちょっとなんか足っぽいですね。へえでこの辺は腕ですね、腕ですね、はい、いいねでこれも腕かな、よいしょ、これもそれっぽいですね。でここら辺が、おあの先頭とかのあれですね、カバーというかボディーパーツですね。はい、こんな感じです。でこれがねヘッドパーツがついてますが、おこれはちゃんと保護のこれなんかついてる、ね、素晴らしい。でヘッドパーツ、はいもうすでにこう見えちゃってますが、こんな感じ、今回もしっかりとできております。いいね、ちょっとパチッとしたものかな、こんな感じなのかな。おお先頭車かなこれ、おおかっこいい、おっとと落としかけたこの銀色ボディっていうかなんかすごいね、めっちゃいいっすね。でこちらでこれでラストですね、いいね、
これもちょっと後でね組み立てましょう。はい、とりあえずパーツすべて出し終わりましたが、まあ今回もボリュームたっぷりのセット内容になっておりまして、とりあえず車両がねもう5両編成なんで、そこがまずまあゴージャスで、であとはもう武器のパーツとかボディーパーツがねいろいろあって、もうかなり充実したね内容になってます。さあでは続いてシールなどを貼って組み立ててね作っていきたいと思います。はい、とりあえずシールの方は全てね貼り終わりました。まあ、特にすごく難しいと思うようなところはなかったんですが、まあ、今回そうですね、いろんなねこう隠れているところとかにもね、よいしょ、こんな感じでねシール貼ったりとか、あとはここのサイドのパネルのところのね内側とかもね貼ったりね、いろんなところあります。まあ、なので貼り忘れがないようにだけね気をつけていただきたいかな。であと、まあ、相変わらずねちょっと一番難しいといえばやっぱここですね、胴体のここのシールね、ここだけはちょっとねピンセットなどを使ってこう慎重にね貼ってください。さあではね、とりあえずまず新幹線モードしていきましょう。まずこれ1両目ね、はい、これはまずこのまま使用しますね。最初箱に入っている状態はよいしょ、あ、ここか、こんな感じでねヘッドパーツとかちょっとこう出てたりしてたんで、よいしょ、まあここはこうしまってあげると、よいしょ、これで1両目。あ、ちなみにね、あの何両目かっていうのはそれぞれ底の面にこんな感じでね番号打ってるんでね、そこを見てね判断してください。で2両目はこれかな、あ、これは4か、まあ2両目、はい、こちらですね。まあこれもそのままですね、とりあえずこのまま使用する感じです。よいしょ、連結しておくと。で3両目ですけど、これはしっかりとちょっとパーツをね組み立てていきます。こっちですね、サイドのパネルをここにつけて、おお、かっこいいね、アルファ X と書いてます。でこちらもここにパネル同士を合わせて、でこの2つをよいしょパチッとこうね止めてあげると、パチッと落としなかったねで連結パーツ出しておくと。これでとりあえず3両目は OK ですね。はい、こんな感じで、ここに3って書いてます。でこれも連結していって、で続いて4両目ね、これもこのまま使用しますね。はい、こちらに4と、で連結と。次に5両目ですけど、これがねまあよくある下半身のパーツですね。こうしてサイドのこのねパネルを取り付けるんですけど、パチッといくわけじゃなかったね、これを出して、でここによいしょ、これを差し込んで、でこうか、反対側も同じですね。この金のパーツを出して、でボディカバーのこれも出して、ここをジョイントしてあげると、でこうすると。はい、これで5両目もできました。これが一番後尾車になります。いいね、これもかっこいい、やばいね。で連結してあげましょう。はい、これでまずシンカリオンアルファ X 新幹線モードねできました。めっちゃやばい。おー、さすがに今回は電動走行はできないんですけど、いやもうこの圧巻の5両編成はすごいね。でちゃんとこうほらサイドのラッピングもこうねちゃんとつながってるんですよね。こうしてみた方がいいかな、こんな感じでほら青いラインがねつながってて、めっちゃかっこいいね、デザインやばい。反対側もいけてるのかな、はい、反対側のデザインもこんな感じで、おーかっこいい、未来の新幹線っていう感じする。いいね、いやこれほんと来月の普通のプラレールの車両の走行もほんと楽しいですよね。いやーこれもつないでぜひ走らせてあげたいです。とりあえず新幹線モードでお腹いっぱいになりそうなんですけども、さあではね他もね楽しんでいきましょう。じゃあ次はねちょっとシンカリオンモード行く前にちょっとウェポンベースね作っていきたいと思います。まずねこれが X アタッチメント、こちらをねこんな感じで変形させますね。でこれがボディアーマーなんですけど、こちらとこんな感じで連結すると。でアンカーブレーキ、これをここに装着ですね。これ2つあるんで、よいしょ、同じようにこちらにもくっつけると。でグリップパーツにまずこれ長い方のブレードがね、こちらが新青森ね、新青森をここに差し込んで、でこちら短い方がね車両ブレードの東京です。こちらをここにつけると。で今作ったやつをここにつけて、でヘッドギアのパーツと踏み切り手裏剣ベースをこんな感じで組み合わせて、それをこちらに取り付けてあげましょう。
はい、これでウェポンベースできましたね。いや、これも素晴らしいですね。まあ、特にこう意味があるものではないんですけど、あの新幹線モードでね、遊んでいる時にこれらのパーツをこうこんな感じで一つにねまとめてこうなくさないように保管できるっていうのがまたこれね一つの魅力じゃないですかね。いやー素晴らしい。で、なんか何気にこう適当にこうくっついてるような感じもするんですけど、なんか知らないけどかっこいいね。なんか知らないけどかっこいい。わかりますかね。このままこう飾っててもすごくちょっとこう迫力のある絵になるんで素敵ですね。まあ、新幹線モードでね遊んでる時はこんな感じでね武器などをね片付けておきましょう。で、続きましてです。続いてね、シンカリオン変形型していきたいと思いますが、まずはね、アルファモードへの変形。ではでは、下半身の方からね、作っていきますね。5両目を使います。まあ、変形順序的には今までのシンカリオンと同じような感じですね。おっとと、あまり引っ張るとこう抜けちゃうんでね、気をつけてください。まあ、サイドのパネルをこう開いて、で、足も開くでしょ。で、膝のパーツをこう伸ばすと。で、足の先ですけども、サイドのパネルを起こして、で、ここね、ここもおなじみです。後ろにこうカチッとしてから前に持ってくると。反対側も同じくパネルをよいしょ開いて、後ろにカチッとしてから前に持ってくると。で、連結パーツはしまっておきましょう。はい、まずこれで下半身完成ですね。まあおなじみです。で、続いて1両目の先頭車を使用してね変形していきます。さあ、硬いぞ。連結パーツが頑丈。あった。で、上半身の変形も今までの新カリオンとほぼほぼ同じですね。ここパカッと両サイド開きます。で、腕変形していきますが、はい、こんな感じで拳を出して、こちらの腕に関しては連結パーツもしまっておきますね。で、ここね、ジョイントカチャンとしてあげましょう。お、開いちゃった。で、反対側も同じく腕を出して拳も出してと。あとはこちらによいしょジョイントと。で、ここまで来たら、そこの、はい、車輪をね直角に出しまして、胴体のパーツを出してあげると。するとここのパネルが開きますね。よいしょ。で、あとはヘッドパーツをパチンと出してあげると。で、さっきの下半身のパーツと連結してあげて、で、アルファモードはさっきのねウェポンベースからこの踏切手裏剣ベースと、あとは車両ブレードですね、新青森と東京をね取り外して使用します。はい、まずねこれ踏切手裏剣ベースをここにつけて、で、車両ブレード東京をこちらにつけて、新青森をここの上に重ねるように取り付けます。背面はねこんな感じですね。かっこいいね。はい、まずこれでね新カリオンアルファモードへの変形完了しました。いいね、ついに手元にやってまいりました、アルファ X。 では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 見ていきましょう。まずね、上半身、はい、こんな感じになってますね。相変わらず新カリオンのクオリティは素晴らしいです。細かいねところ、こう金色ね塗装とかで、アルファ X 本当かっこいいね。このね、なんでしょう、水色というかね、まあ、エメラルドグリーンのようなカラーですかね。非常に美しいねカラーになってます。で、ヘッドパーツはこんな感じで、細かい造形塗装もしっかりできてて、今回もちゃんと360度ね、ここまで回る必要はないんでしょうけど、稼働するようになってますね。いいね、かっこいいね。で、腕もこんな感じで動きますね。で、胴回りはこうなってて、こちらは結構銀ピカシールを貼り付けたので輝いてますよね。まあ、基本的な構造的には本当に今までの新カリオンとそんなに変わりはないんですけども、このカラーリングとか細かい造形の違いで、アルファ X ね、またこれまたかっこいいね、機体になっております。背面はこうなってて、後ろのねこのプレードをね装備している感じがまたねたまらないです。かっこいいですね。で、もちろんね、こちらのブレードなどはよいしょ取り外してと、手にね持たして装備させることがねできるようになっております。はい、こんな感じになります。いいね、本当にかっこいい。ということで、はい、まずはね新カリオンアルファモードへの変形でした。さあ、ではね、続いて今回のアルファ X はアルファモードだけではございません。 X モードでもね変形できるんで、続いてねそちらへ変形型にねしていきたいと思います。はい、まずはとりあえず今装備した武器は取り外しまして、で、一応ね背面もこれ外しますね。で、上半身と下半身も一回分離させてあげます。よいしょ。で、下半身のサイドのパネルもね外しますね。で、つま先かかとのパーツ、パネルなどは閉じてあげます。はい、こんな感じで新幹線モードの状態かな、ここだけはね。よいしょ、こうします。
で次にこれね膝のところからこんな感じで足全体を後ろにね曲げて変形してあげます。よいしょと。で次に2両目ですね、2両目の車両を変形していきます。まずねここのパネルを出しまして、でここね下にガンとこう引っ張っていきます。よいしょ。でここねつま先出してかかとを出すと。でもう一つ4両目の車両もね同じように変形、ここのねパネルを開いて引っ張ってつま先を出しましてかかとも出すと。でさっき変形したこのパーツにこの足つけていきますね。まず向かってこの左側右足なんですけども、2両目のねこの車両をこの膝の部分を使って、よいしょ、こんな感じでくっつけていきます。4両目も同じですね、こちら、よいしょ、左足ですがガチャンとこんな感じです。いいね、すんごいことになってきた。でここねもし普通にこうね取り付けにくかったりしたら、後ろにこれ取り外しのボタンあるんですけど、このボタンを押すと結構こうスッとはまってね、離すとこう固定されるんで、まあもししにくい方はねここ押してみてください。で次にこの上半身のパーツですけども、腕の変形を一旦元に戻しますね。よいしょと。ヘッドパーツはこのまま使用するようなので、まあとりあえずそのまま出しておいてください。よいしょ、うまく戻るかなと、カチャンと行くかな。はい、これで OK かな。で一応まあここも戻しておこうかな。で次にウェポンベースよりこちらを取り外してパカッと開きます。この部分にこんな感じで装着して、サイドのパネルをもう一度曲げると。で続いて3両目ですね、こちらね、はい、まず分割します。でここのねパネルもよいしょ取り外しますね。こっちか、こっちをこう外して、こちらも外すと、どうだ、どうだったっけあ、こっちかな、あ、こっちをこうですね。でこれを腕のパーツに変形していきます。ここ肩ですね、こうして、でこちらをよいしょこう曲げますね、こうです。で拳のパーツを出すと。反対側も同じくぐにゅんと曲げまして、パタンとして拳を出すと。で腕回すの忘れてました、ここ、こう回してこうします。でジョイントパーツね、ここもカチッとこれに出しておきましょうね。さっきのね反対側もね、すいません、ぐるっとこう回しておいて、ジョイントパーツも出すと。でさっきから外したねこのパネルですね、それをねここにつけてあげます。もう一つの方もね同じようにこんな感じでつけますね。で胴体はやっぱり直しちゃダメだった、はい、これね引き出しておいて、はい、ここにガチャンとつけます。で腕のパーツ、はい、こちらにガチャンと、反対側もガチャンと、よいしょ、取り付けてと。で新幹線のパネルですね、ここのジョイントパーツをちょっとこう下に向けてと、はい、ここに取り付けてあげます。反対側もね同じように、よいしょ、こちらに装着、よし。でヘッドギアを装着して、で、あ、であと武器です。長い方のね、新青森、それにグリップをつけてと。で、東京ですね、ここにスライドしてつけてあげます。で、あとは右手に、よいしょ、こうかな。装備してあげると。はい、これで新カリオンの X モードへ変形完成しました。これはね、とりあえずすんごいね、何がすごいって言うとねこの上半身、まあ言葉悪いかもしれませんけど、このゴテゴテ感がもうたまんないですね。このもうすごいいっぱいちょっとこっついちゃってる感がもう何とも言えないです。いいね、この感じ素敵ですね、重厚感があるね、ほんとかっこいいな、すごい。背面もね、はい、この感じたまんすね、たまんすね、たまらないですね。でしょ、あ、これちょっとねこう歪んでた、いいね。とにかくこれも上半身のこの迫力がとんでもないと思います。これはえぐいすごい。で胴体周りはまあ控えめでこんな感じで、まあ足のパーツをねこう後ろに曲げてるんで、ここはねすごいことになってますよね。で足の部分ですが、まあ贅沢にもねこう両足1両ずつ使用してるんで、かなりこうねもう太い足になっておりますね。やばいな、
急にもう車重が重くなった感すごい。でこのね X モードでさっきちょっとハッチの部分開けてなかったんですけど、はい、前のねここの部分がねちゃんとこう開くんで開けてあげるとこれで X グランクロスです。すげえな。やっぱこの変形合体考える人本当に尊敬しちゃいますね。これはすごいっすね。いやもう参りました、本当に参りました。まあとりあえず今回はこれでお腹いっぱいですね。はいはい、ということで今回はですね、まあ、来月のね劇場版のね公開に合わせてこうね早速ね登場しましたが、シンカリオン α-X こちらね紹介させていただきました。まあ、ちょっとあの動画の時間の都合上めちゃくちゃこう長くなってしまいそうなんで、最後のオーバークロスがあったりですね、まあ、E5 ハヤブサマーク2とねちょっとねやろうと思ってたんですけど、ちょっとそれができないのと、あと他のね車両ともリンクがあったりとかもできてないんで、まあ、次回別の動画でまあ短いと思うんですけども、オーバークロスがあったりとリンクがあったりの方ねちょっとねやってみたいと思います。まあ、今回はとりあえずこのね商品単体でね遊べるシンカリオンモードにアルファモード、そしてね X モードをね楽しんでみましたが、さあさあ皆様ねいかがだったでしょうか。いやまあなかなかのねもう本当あの迫力ですよ。まあただただアニメのね本編自体はねまあ今年のね夏頃にこう終わってしまってるんで、まあ、シンカリオン熱っていうのは世の中的にはちょっとね収まっているかなっていうところもあるんですけども、まあ12月のね映画公開によってねまたねちょっとね再加熱ねしそうなね予感もしますんで、まあ本当にねちょっとね映画の方はね期待しております。で映画の公開時代はね12月の27日です。まあクリスマスのね後ということで、まあお子さんとね映画にね行かれる方はちょっとクリスマスプレゼントにでもね、ちょっとまあお値段の方はねまあどんだけ安く買っても6000円ちょっとはねすると思うんで、高いっていうところあるんですけども、まあもしね他にね欲しいねアイテムがなければクリスマスプレゼントにぜひね今回このね α-X ねちょっとねチョイスしてみてください。非常にね作りは満足いくねものになっていると思います。まあ、ということで今回はねこの辺りにしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あとツイッターやねインスタもやってますのでそちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。